玩具の一種。ガラス製の玉で、主に遊戯用、鑑賞用に用いる。通常のサイズは1.5から5センチメートル程度。単色のものや、中に模様の入ったもの、大きい玉、小さい玉といろいろな種類がある。無色透明のものもある。ビードロ玉の略。大正5年にはビード玉の用例が存在する。ビードマの呼び方は地方によって様々で。 共通語では概ね、ビー玉、ラムネ玉が主流だが、近畿地方の一部ではビー段と呼んだり、山陽地方や瀬戸内海東諸では、マーブル、マーブロも聞かれる。その語源は、英語のマーブルと思われ、かつてこの地方がカリフォルニアやハワイへの移民の故郷であったこととの関連が考えられる。他にも、昭和30年代の広島県三原市では、 市内中央部の東町ではビー玉と呼ばれていたが、隣接する糸崎町伊東では B ゴ郎と呼ばれていた。さらに東隣の尾道市では、落光、ラッターと呼ばれていた。また、玉の大きさによって呼び方を区別するものもおり、大きいビー玉を親玉、デカ団、小さい玉を粒玉、チビ団等と呼ぶこともある。ビー玉遊びには地方によって様々なルールがあるが、 その基本ルールは B 玉の所有権のやり取りである。多くの場合、自分の B 玉を引いて相手の B 玉にぶつけて遊ぶが、ぶつけることによって玉の所有権の移動が発生し、ぶつけられた玉はぶつけたものの所有となる。つまり、A が自身の所有する玉 A を B の所有する玉 B にぶつけた場合、ぶつけられた玉 B の所有権は B から A に移動する。 弾を取られた方は、新たな弾を出して再戦に臨む。これを繰り返して、時に B が勝ち、時に A が勝って、弾のやり取りが行われる。このやり取りにさらに数人が加わることも可能で、4から5人で遊ぶ場合も多い。また、単にぶつけることだけを目的とし、所有権の移動が発生しない取り決めのもとに遊ぶ場合もある。打撃型。 引くビー玉は引かれる前の移動がないこの引き方は、おはじきの引き方と同様である。打撃型では、体の中でも硬い部位である爪を用いる。硬い部分を用いることで、力の伝達がしやすく、ビー玉のコントロールがしやすい。基本的に打撃する部位である指の爪部を、他の指の小息で抑え、打撃する指の伸ばす力を貯める。ある一定以上の力が貯まると、 打撃する指が押さえから解き放たれて進展する。この進展する際の軌道上にビ B 玉があるとビ B 玉は引かれる。ビ B 玉を打撃する部位と打撃する指を押さえる部位との主な組み合わせ。打撃部位、人差し指の爪側、押さえる部位、同側の手の親指の消息。打撃部位、親指の爪側、押さえる部位、同側の手の人差し指の消息一と二の方法の他に、 一のアケーとして、押さえる部位は、同側の手の親指というのは同じだが、打撃部位が、中指、薬指、小指などの他の指を用いる方法もある。これは、打撃の力を調整するために用いる。また、同様の趣旨で、一のもう一つのアケーとして、反対側の手の一部で、打撃部位を押さえる方法もある。厚手型、引く B 玉を引く前に動かす必要がある。 これは、ビー玉に特徴的な引き方であるが、全国的に普及している方法かどうかは定かではない。圧出型では、同側の親指と人差し指の各々の小側でビー玉を挟み、圧力をかけて引き出す方法である。基本的に、人差し指の爪を下側に、親指の爪を上側にするとコントロールしやすい。そのため、前腕の屈辱が上になり、打撃型で、 前腕の屈足が下になるのとは対照的である。厚手型ではビー玉を引く前にビー玉をつまみ上げるため、そのビー玉があった位置を指定する必要がある。ビー玉があった場所に厚手する手と同側の小指を置くことで場所を指定し、そこを視点としてピボットのように動かして厚手する方向を決める。また、ビー玉に回転をつけることができるため、カーブや バックスピンなどの多様な吸収を用いることができ、さらに上空に厚出することで立体的な攻撃をすることも可能になる。近畿地方の一部地域では B 弾は B 弾そのものを刺す故障であると同時に B 弾を使った屋外遊戯の総称でもあった。厳格なルールの下数段の手順を踏み、最終的には B 弾のやり取りを目的とした。以下にそのルールを説明する。 BE 段における十字型の場合の穴の配置と、目標の穴の順番の一例準備と、人数まず、公園などの地面に、いくつかの穴を掘る。穴と穴の距離は1から3メートル程度とし、穴の大きさは直径3から15センチメートル程度、深さは浅からず深からずのものが良い。それぞれの穴の大きさや距離を均等に揃える必要は、なく、近い穴や、遠い穴。 入れやすい穴や入れにくい穴が混在していても構わない。プレイヤーの人数は3から5人が最適だが、2人しかいない場合でも遊べる。ゲームの回収図のスタート地点から、プレイヤー各人が順番に地の穴にビー玉を投げ入れることで、ゲームが開始される。一等で地に入れることができれば、次ターンは継続し、次の穴に向かう。逆に、 地にうまく入れられなかった場合地ターンは終了し順番が回ってくるまで地玉は地の穴の周辺に放置されるコースの順上図の場合は地の穴から次に向かうべきは中の穴である中の次は左左から再び中に戻って次は右へ右からまた中に戻ってその次が点である左と右はどちらが先でも良いが 必ず両方回らなければならず、両方回ってからでないと、天に行けない。天から中に戻り、行きと同様に帰りも、左と右を回って、最後は中から地に戻る。鬼すべての穴を回って、地に戻ったプレイヤーは、再びスタート地点から地に玉を投げ入れ、地に入れることに成功した時点で、鬼となる。鬼は、ルート拘束なしに、どの穴へも自由に行くことができ、 相手プレイヤーの弾を狙って移動する。鬼になったプレイヤーに地玉をぶつけられるとゲームセットであり、ぶつけられた弾は鬼に接収される。ここでようやく所有権の移動が発生する。弾の射出スタイル地玉を射出する際、プレイヤーは地玉のあった位置に左手の親指を置き、左の手のひらを広げて、左手の小指と右手の小指を絡ませ、右の親指、人差し指、 中指を使って玉を射出する。従って、右指の先から玉が打ち出されるポイントは、もともと玉があった位置から手のひら一個分ほど前方に押し出されている。これは不正行為ではなく、射出の精度を高めるためのスタイルとして許されている。また、穴の中から地玉を射出する際は、穴の縁を地玉の位置とみなし、左手の親指を穴の縁にかけて同様のスタイルを取る。 ターン終了の条件とワープ次の穴に入れられなかった時点で時ターンは終了する。逆に次々と目的の穴に入れることに成功すれば延々と時ターンが続き相手プレイヤーに大きく差をつけることができる。また時玉を相手の玉に当てることができた場合も時ターンが継続する。これは相手玉に当てることにより次の穴へのワープ権が認められ、 ワープで次の穴に入ったとみなされるためである。相手玉に当てることができるかどうかは、プレイヤーの技量にかかっており、技量の勝るプレイヤーはゲームを有利に展開させることができる。方向転換時短において、相手玉が地玉の近くに位置している場合がある。相手玉が地玉から片手の平らの距離内にある場合、この玉を片手の平らの距離内の人意の位置に移動することができる。 また、片手の平らでは届かないが、両手の平らの距離内にある場合は、地玉との距離はそのままにしておかなければならないものの、地玉から見て、任意の角度に移動することができる。ジョンジョン時ターンにおいて地玉が中の穴におり、かつ二つの相手玉が中の穴から片手の平らの距離内に位置している場合、常述の方向転換をこの二つの相手玉に適用して、ジョンジョンが成立する。 地玉を相手玉に当てた場合、次の穴へのワープ券が認められることはすでに述べたが、ジョンジョンとは、二つの相手玉をくっつけて並べ、一回の動作で同時に二つの玉に当て、二つ分のワープ券を得ることである。中の穴から二つ分ワープすれば、再び中の穴に戻ってくる。ジョンジョンを数回繰り返せば、左、右、点すべての穴を瞬時に往復したことになり、 非常に、たやすく、鬼になることができる。こうなればもはや勝ったも同然である。赤ゴ字玉を相手玉にぶつけたとき、その相手玉が、フィールドの場外まで弾き飛ばされてしまうことがある。例えば、スタートラインの向こう側や、砂場の枠あるいは、公園の柵の外など、あらかじめ定められたラインを割ってしまった場合、そのプレイヤーの状態はリセットされ、スタートラインに戻って、 地の穴に投げ入れるところから再スタートしなければならない。これを赤子に戻るないし、赤子にされるという。狙って相手玉を眠らせるのと同様、相手を赤子に戻すのも戦略のうちである。また、赤子のルールは鬼にも適用される。まだ鬼になっていないプレイヤーにとっては、鬼を赤子にすることで、形勢逆転を狙うことができる。眠りと、懲役間違って、 次に入るべき穴とは別の穴に入ってしまった場合、その穴の中で一回休みの状態を続けなければならない。これを眠りという。眠りが解除されるには、次にその穴を訪れたプレイヤーによる懲役を経なければならない。懲役とは眠りの状態で穴の中に入っている相手玉を地玉を使って弾き出すことを言う。通常プレイにおける地玉の射出によって、 弾き出すのではなく、米駒を打ち出す動作と同じ動作で、相手玉を無理やり穴から弾き出す。そのため、力が入りすぎた場合などは片方もしくは双方の B 玉がかけたり割れたりすることもある。懲役は3頭までとされており、3頭以内に眠り、玉を弾き出せなければ、代わりに自分が眠りになってしまう。この時、元の眠り玉は入れ替わりでね、無理を解除される。 また、眠り玉を穴の外に弾き出すのと同時に、地玉も穴の外に出ていなければならない。眠り玉を弾き出したはいいが、地玉が穴の中に残ってしまった場合、やはり元の眠り玉の眠りは解除され、入れ替わりで地玉が眠りになる。眠りの戦略利用地玉を相手玉に当てた際、当てられた相手玉が、この場合、その相手玉は眠り玉となる。眠りは、 相手のゲーム進行を大幅に遅らせるため、狙って相手玉を眠らせるのも戦略の一つである。ただしこれには、ある程度の技量が要求される。また、これとは逆に、射出した地玉が相手玉に当たったはずみでたまたま穴に入ってしまうことがある。例えば順番から言って、左の穴に入れるべき地玉が穴のそばにあった相手玉に当たった後に、 左の穴に入ってしまった場合、相手玉に当たった時点で、左の穴に入ったものとみなされ、さらに物理的に、左の穴に入ってしまったわけだから、左の穴に2回続けて入ったことになってしまい、眠りの条件に合致する。鬼と眠り気はいかなる場合も眠りにはならない。眠りの定義上、眠りが発生する条件は、本来とは違う穴に入ってしまった場合、また、 プレイヤーの一人が眠りに陥っている間に別のプレイヤーが鬼になってしまうケースがある。この場合、大抵は鬼が懲役をすることになるが、鬼が懲役を成功させてもゲームオーバーにはならず、眠り玉の眠りが解除されてゲームが続行される。なお、鬼は眠りにならないので、三頭の懲役失敗によって身代わりの眠りになることもない。鬼による懲役は、 眠り玉の眠りが解除されるまで延々と続けられる。鬼のターン終了条件とワープ機のターン終了の条件は基本的には通常時のターン終了条件と同じである。ただし鬼はルート拘束されないため次の穴に入れられなかった時点でターン終了ではなく任意の穴に入れられなかった時点でターン終了ということになる。また鬼が地玉を相手玉に当てた場合 相手玉を接収すると同時に任意の穴にワープすることができる。大抵は残りのプレイヤーが近くにいる穴にワープし、次なる収穫を狙うこととなる。穴の配置穴の配置は十字型が一般的ではあるが、必ずしも十字型でなければならないわけではなく、北斗七星の形にしても良いし、二重側の形にしても良い。また、それぞれの穴の深さや、 大きさにバリエーションを持たせたり、十字の交差角度を変えたりすることでゲーム性が増す場合もある。十字型自体も創意工夫の結果生まれてきたものであろうし、今後もこの遊びが受け継がれていくなら新しい提携が生まれる可能性はある。2016年にガンビアで行われた大統領選挙では政党名などが書かれたドラム缶にビー玉を落とす方法で投票が行われた。 ありがとうございます。